2つ目はレンタルビデオショップです。今となっては配信の時代となっていますけれども、死ぬまでに見たい映画1000本を攻略する上でレンタルビデオショップの存在は大きいです。フィルマークスではそのどこで配信されているのか、 Amazon なのか Unext で配信されているのか検索する機能があります。そこにヒットしない作品っていうのが意外とありまして、それも意外な作品なんですよ。例えばそのモーツァルトの伝記を扱ったアマデウスですね。あとはイニャリという監督 そのアモーレスペロスですとか、あのファティアキン監督の愛より強く、これらはその特にあのツタヤに行かないと入手することが難しい作品となっております。で、特に注目なのが、あの、ツタヤ渋谷店ですね。ここは、あの、VHS、あの、ビデオですね。ビデオのラインナップが非常に充実しております。で、VHS 全盛期っていうのは、ある意味バブルだったので、まあ、こんな作品がっていうのが、実際にパッケージ化されているんですよね。で、ツタヤ渋谷店に行くと、その例えばそのブルキナファソの映画ですとか、タジキスタンの映画ですとか、そういった珍しいものもポンって置いてあるんですよ。で、その流れでそのアフリカマリで作られた光ですとか、あとは実験映画監督 そのガイマディンが撮ったアークエンジェルなども、ここで借りることができます。特にあのガイマディンのアークエンジェルなんですけれども、海外でボックスを買おうとすると1万円超えてしまうという、非常にあのレア度の高い作品となっております。なのでもしその死ぬまでに見たい映画1000本、あいうえお順で攻略しようとするとなると、1本目がこのアークエンジェルなので全くもっておすすめできません。